はい。大和ピュアラブです。今回は私がおすすめしている YouTuber の方を紹介したいと思います。YouTuber のマイの弾き語りチャンネルというものがめちゃめちゃいいですね。元アイドルのね、マイさんという方が弾き語りをされてるんですが、ピアノもめちゃめちゃうまいし、歌も本当うまいんですよね。 えー、ヤマハのね、ピアノの4級を取得されてるということなんですが、ありとあらゆる曲をね、耳コピーされて、それで弾かれてますね。うん、私がまあ YouTube をいろいろ見た中でも、一番上手いし、うん、一番本当にいいなって思いましたね。うん、 どんな曲をね、弾かれてるかというと、ディズニーのね、アラジンの曲だったりとか、えー、アナと雪の女王とかね、美女と野獣だったりとか、まあいろいろなディズニーの曲も弾かれてますし、えー、あとはね、タイタニックも弾かれてたりとか、本当にだから洋楽もやられてるんですよね。うんだから洋楽を、 弾き語りするってほんとすごいですよね。うん、で、まあ、方もね、アンジェラ・アキさんの、えー、15歳だったっけえー、も弾かれてますし、えー、乃木坂のね、曲も弾かれてますし、えー、まあそういったね、方角も弾かれてるんですよね、いろいろね。うん。だから本当にね、ちょっと、 皆さんもぜひ一度見てほしいなと思いますね。これはうん。私もね、以前ピアノを習ったりとかし,してたりとかね、うん、ピアノもやってたことがあるんでわかるんですが、弾き語りってね、ほんと難しいんですよね。うんまあ、ピアノだけじゃなくてね、歌も歌わないといけないから、もうね、めちゃめちゃほんと難しいんですけど、それをやられてるっていうことでね、 本当すごいなと思いましたね。うん。えー、またね、概要欄の方に、えー、前の弾き語りチャンネルの方の URL を貼っ,と貼っておきますので、えー、皆さんぜひ見てみてください。ただね、えー、更新の方がね、2年前で止まってるんですよね。うん。で、まあ、いろいろ見ててちょっと気づいたんですが、 えー、チャンネルのね、広告の方がどうも配信されてないんですよ。うん。ということから考えるとね、やっぱりこの方角とか洋楽をいろいろ弾き語りされてたから、YouTube の方から規約違反などがあって、広告を止められたのか、えー、またはね、まあ曲を配信している JASRAC ですよね。JASRAC の方から、 え、広告を止めるっていうことをされたのかだと思うんですよね。うん。まあ、もし、もしね、広告を止められたためにね、更新をやめられたのだとしたらね、めちゃめちゃ残念ですね、本当にね。うん。なので、えー、YouTube とかね、j a s r a c の方にはね、このチャンネルの広告をね、もう一度復活させてほしいなと、本当思、思いますね。 で、前の弾き語りチャンネルをね、もう一度、ぜひ、復活してほしいなと、本当に思います。えー、ということで、えー、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなど、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。